京都河原町の安くて美味しい富寿司さんでございます。職人さんが握っていただけるお寿司屋さんなんですけども、その割に値段がねすっごい安いんですよね。で美味しいという、まず鯛を塩で握っていただきました。ちょっと柑橘系のものを、なんかかけていただいてます。でマグロもこれ100、1貫150円で本マグロなんですよね。いいマグロですごいこだわってるとおっしゃってました。美味しかったです。でウニも塩でくださいと言ったら軍艦じゃなくて握りでいただけるんですね。これも素晴らしい方ですね。で、イクラです、もう間違いなく偽物やらが多い横行している中、間違いなく本物の、イクラが出てまいりました。で、あまりに美味しかったのでウニのおかわりでございます。やっぱり塩で食べるとウニってすごい甘みが増すので、僕も塩一押しなんですよね。でまたこれも塩で握っていただきました。生タコでございます。上にねなんか柚子か、何かをこうギャギャギャッとこう吸ってくれてあるんですよね。これがうまい。やっぱなんていうんですかね、塩と柑橘系が混ざっているお寿司っていうのがやっぱり、すごい美味しいなと思うんですよね。塩だけじゃちょっと何か物足りないんですよね。で場所が結構ややこしいんですよね。これ多分京極、新京極から、行ってどっかを曲がっていかれた方がいい分かりやすいのではないかと思います。まあ、ちょっと Google マップとかでねナビしてもらいながら行って、ぜひ行ってみてください。そんな富寿司さんでございました。チャンネル登録よろしければこちらでお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。